ミサモが初登場。スノーマンはニューアルバム収録曲2曲を披露。CDTV ライブ。ライブ、次回ラインナップ発表。出張ライブ。ライブには、パーュームと超特急が登場。トワイスの日本人メンバーみな、サナ、もモの3名からなるミサモが初登場。J.Y. パークが作詞に参加した、アイデンティティ・アムロナミエが2008年にリリースした楽曲のカバーである。 ニュールックをテレビ初披露するスノーマンは、フォースアルバム「レーズン」に収録されるリードトラックで、誰もが聴いたことがあるモーツァルトの名曲を大胆にサンプリングした「エンパイア」をフルサイズで披露するた同じくアルバム収録曲で、夢に向かう強い意志を歌った楽曲「ワン」をフルサイズテレビ初披露。豪華2曲のライブを届ける。アンドチームは、 君となら満月よりも大きな夢を叶えられると確信する少年たちの秋を表現した最新曲、15夜、15夜3代目 J ソウルブラザーズは、恋の終わりと涙を歌った、切ないミディアムバラードの新曲、ベイビー・ドンとくらいをそれぞれフルサイズでパフォーマンス。INI は、当たり前のような毎日に僕たちが革命を起こす、という強いメッセージが込められた新曲、WMDA、フェア・マイ・ド・ラムス・アットをフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。 そして、中継先からライプをお届けする、出張ライブ。ライブには、豪華二組のアーティストが参戦。パーフュームは新曲、コスミックトリートと、フラッシュを歌唱。超特急は、挑戦するすべての人にエールを送る最新応援歌、応援応援をテレビ初披露する。さらに、今注目度が急上昇中のアーティストも続々登場。 9月3日にデビューしたばかりのグローバルガールズグループ、マデイン、メイリンは、今この瞬間のときめきと切なさを盛り込んだデビュー曲、UNO を日本のテレビ初披露。彼女たちの純粋な歌声で満たされたハーモニーに注目だ QT ストリートは、TikTok ウィークリートップ20で2週連続1位に輝く、可愛いだけじゃダメですか、をフルサイズテレビ初披露する。 本番組初登場の若手注目株が送る一夜限りのパフォーマンスは必見だ。